客が聞き惚れるピアノのコンサート。その会場はなんと空港の中、和歌山県南部にある南紀白浜空港。1日3往復する東京羽田からは1時間強とアクセスがよく、近くにはジャイアントパンダがいるテーマパークや白い砂浜の海水浴場もあります。東京便のみという小さな空港ですが、南紀白浜空港の搭乗者数は昨年度過去最多を記録。この空港に何が起きているのか、その集客方法に注目しました。あ、こんにちは。おはようございます。近いです。大阪なんか行くより全然近いです。空港だけじゃなくて本当にスーツの方が増えましたね。毎日空港で客を出迎えるこの方は、南紀白浜エアポートの社長、岡田慎一郎さん。産業再生機構の最高執行責任者、富山和彦さんらが設立した経営競争基盤の共同経営者。かつて関西空港の再建を指揮した空港のエキスパートで、2018年運営に乗り出しました。観光の方っていうのはどうしても夏週末によるビジネスの方は逆に平日、これをやっぱ埋めていかないといけない。だからビジネスで来る人の用事を作らないといけないわけですよね。目をつけたのはワーケーション。これまでに2000件を超えるツアーを行い、リピート率は9割を超えます。しかも企画からアテンドまで行うのはなんと空港職員。空港でありながら旅行代理店の認可を取得してツアーを行っているんです。内容も一味違います。この日は東京から大手 IT 企業のヘルスケア部門が4度目の参加。向かうのは観光地ではなく山の奥深く。さらに荒れた山道を登っていくと、そこには苗木を運ぶ大型のドローン。林業の先進事例を知ることで自社のヘルスケア事業でもアイデアの参考にしてもらおうというのです。例えばヘルスケア領域で、まあ、その薬を飛ばすとか食事を届けたりとか、そういう健康のところにこうドローンを活用するっていうのが多分広がっていく可能性もある。あ、そういうのもある。森重さんは事前に企業からヒアリングを行い、オーダーメイドのプログラムを提供することでリピーターを増やしてきました。足元のビジネスだけじゃなくて、こうその先にどうつながっていくのかみたいなところの目線にすごいつながっている。小さい空港なので、要するに運営も合理化しなきゃいけないと。例えば滑走路の点検にはですね、自動運転の車両を使って、でそれを AI を使ったドラレコを持ってちょっとした異常でも発見をしよう。で実際にこの滑走路点検のシステムは日本の他の空港でも 2,3 もう使われ始めているそうです。さらに森重さんはツアー客だった NEC と協力して白浜のホテルなどへ顔パスで入れる新技術を導入。企業間のマッチングまで手掛けます。空港というのは本当に遠く離れたところの需要を一気に取り込むことができる、まあ、唯一の社会インフラであり地域の空の玄関口であると。空港をまあ地域のハブにしながら個人、企業、地域それぞれが変革できるような仕組みを世の中にもっと広げていけたらなというふうに思っております。